SBK48、 披露するのは欅坂46のガラスを割れ、ヒガテそっくりのアヤネと SBK の超重量級パフォーマンスに注目。名曲アーム上に初挑戦、一体どうなる。綺麗でしょ、ヒラヒラといい女でしょ、見かけより尽くすタイプね、優しさに差を刺して男はずるいわ、逃げてゆく夜が明ける頃、涙はショートすぎるし、いや気持ちは汚い、好きにさせてよ、ちょっと待って、君、ありがとうございました。今回あのダブルテチで君が喋り出すんかいな。いやでも頑張ったね。どうでしたか、はい、やってみて。松竹の皆さんのそのサポートもあって、はい、あもうすごいありがたかったです本当に。いや本当ですね、みんなで喋らんでいいね。喋らさってえな、喋り喋り、もう一心同体で頑張ったんですよ。カトパンのカトパンのそっくりさん、どうも加藤綾子です。違います、長島、はい、加藤先輩、ランチ行こう。食べ過ぎや。じゃあそしてミュージカル、はい、ミュージカル、ね、衣装もすごいアン・ルイスさんに寄せてもらったんですけども、だったね、ただのゴツメのドラッグクイーンみたいになってしまいましたけど、ね、でもそれはそれでね、もう時代ですから。せやけど一瞬の顔がアン・ルイスさんに似てるし、やっぱ声もやっぱ似てるし、なんかしっくりくるなって感じよね。やっぱり目がアン・ルイスさんによく似てるって言われるので、はいはいはい、やっぱメイクしててつけまつげつけただけでね、ちょっとそれだけでアン・ルイスさんっていう、いやいいと思いますけど、いや聞いてみましょうか。さあ生駒ちゃんどうですか、はい、欅坂46も喜んでると思います。ありがとうございます。ほんまに喜んでる。やっぱりモノマネしてくれるっていうことはなんか世間の皆さんに認知されたんだなっていうのあの乃木坂の時も感じて、次は欅坂46なんだなって思って伝えときます。ありがとうございます。はい、お願いします。
さあ、そしてどうでしたか、はい、ミュージ君のお母さんのアンルイスさんの歌でございますけど、私のお母さんがあのカラオケでお箱だったんで、曲すごい知ってて、あの原曲も聴いてて、だからすごい生で息子さんの聴けて、ね、すごい嬉しかったです。はい、わかりました。それでは皆さん判定をお願いします。白の彩音さん、 SBK48 さんか、それとも赤のミュージさんか、スイッチをどうぞ。赤組の勝利。頑張ったよ。この後は顔だけそっくりさんナンバーワン決定戦パート1。顔だけそっくりさんナンバーワン決定戦。モノマネの方はよくされますけど、はい、MC ってモノマネの方は逆に得意じゃないですか、モノマネ。そうですね、私よしこじゃないんです、実は。え、よしこや。ごめんなさい、よしこや。すいません。誰？食べみかこです。違う違う、食べちゃん、そんなんじゃないです。さあ、今回は、はい、今回私たちのおすすめするよりすぐりの顔だけそっくりさんが登場しますので、お楽しみください。はい。さあ、ここからは全国の厳しいオーディションを勝ち抜いた顔だけそっくりさんが大集合。はい、最も似ているナンバーワンそっくりさんが決定いたします。はい、審査方法は暫定チャンピオン方式で行います。さあ、そして最終的にチャンピオンチェアに座っていた方がナンバーワンそっくりさんとなり、優勝賞金が授与されます。はい。さあ、頑張れルーヤがおすすめ、どんなそっくりさんが登場するんでしょうか。それでは参りましょう。はい、一人目はこの方。本人よりもずっと可愛らしい9歳の頑張れルーヤよしこさんです。これは可愛いわ。どうぞ。あれ、あいよ、ほんまや、ずっと可愛い。こんにちは。こんにちは。お名前は。菅野理香です。菅野理香さ ん, 香ちゃん、改めておいくつですか。9歳です。頑張れるのよしこちゃんに似てるってよく言われますか。お父さんによく。お父さんに言われる。これ言われて嬉しい悲しい、どっちですか。めっちゃ嬉しい。おお、ちょっと顔近づけてくれていい。あ、可愛い。可愛いですね。将来が楽しみですね。不安の方が大きいけど、でも彼女は可愛いなる。近くで見たらどう、よしこさん。めっちゃなんか鏡で見てるみたいな。そんなことめっちゃええ子やん。ええ子やん。そのセリフ全部覚えさせられたんじゃなくて。ええ子やな。いい子ですよ。っちゃんの声のモノマネもできるんですよね。あら、あら、あ、やってみて、やってみて。小雪です。やってみて、やってみて、やってみて。いいえ、私が本物の小雪です。言われてるよ、本物です、小雪ですか。ごめんね、変なふりして。そうそう、何言ってんの。やってくれんのかな、こいつ。何言ってんねん。ポン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 やんのかなと思ったら、やったん、今やったばっかり。いや、これ強いよ、ね、1人目。はい、ね、はい、では1人目ということですので、はい、あちらのチャンピオンチェアに座ってください。どうぞ。ねえ、かわいらしい。お願いします、ね、さあ、最後まで残ってたね、チャンピオンでございますけど、ね、元気が物足りない大村コンさんです。どうぞ。おお、あら、お名前は。そんなにデフォルメしてる。田中さん、おいくつですか。はい、70歳。70歳。大村コンさんによく似てるってよく言われるんですか。す、やっぱ言われるでしょう。え、普段はメガネはまた違うタイプですか。丸いメガネじゃなくて。あ、これからちょっとこういう、あ、落ち着いてください。落ち着いてください。大丈夫、今田さんが悪い。今田さんが悪い。大村コンさんに関する質問しか受け付けません。普段の丸く分かる。申し訳ない、今日もうベテランやねんから考えて。厳しいな。さあ、どうでしょうかね。はい、判定に参りましょう。はい、チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを押してください。はい、それではスイッチをどうぞ。わー、暫定チャンピオンの勝利。驚愕のそっくり度50歳の指原莉乃さんです。どうぞ。こんな感じになりそう。そうです。
指原さんのお母さんとか将来こんな感じになりそう。お名前は水野ひろ子です。おいくつですか？50歳です。よく言われる、息子に言われます。息子に言われる。息子さんいくつなんですか？25です。25歳ですから。25歳で、でもやっぱ嬉しいですよね。はい、すごく嬉しいです。すごく嬉しいんですけど、そうやわ。なんか得したことありました？似てて。何もないです。そうですよね。支持者息子だけですもんね。さあ、それではどちらが似てるんでしょうか。はい、審査員の判定に参りましょう。暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを、はい、挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを押してください。はい、それではスイッチをどうぞ。男なのに橋本環奈さんです。はい、どうぞ。あら、おやちゃん。確かに確かに。似てる。ああ、その角度。あ、この角度似てる。そっくり。似てます。似てますね。その角度のままあのインタビューさせてください。泉クリスです。泉クリスさん、はい、芸名なんですか？本名です。本名でクリスさんということで。あ、ハーフ。はい、どちらのハーフ？フィリピンと日本のハーフです。これは歯の感じも似てるやん。誰が気づいたの？似てるって、はい、あ、これ実は、はい、あの本当はですね、はい、芸人やってて、うん、新ネタを探すためにゆきぽよさんの顔モノマネメイクをしてたんです。はいはいはい、それを SNS でアップしたら、はい、橋本環奈さんにも似てるっていうコメントが来たんですね。なるほどね。でそれでやってみたら似た、こんな感じになりました。もう一回ってポーズ。似てるわ。似てるよこれ。あ、似てる。これ女性から見ても綺麗ですよね。笑顔は、笑顔、はい、笑顔は、あの橋本環奈さんの透き通るような感じが。ほら、笑顔も似てるやん。確かに、すごい。これは頑張れるより全然可愛いよ。入ってくんな、入ってくんな、入ってくんな。橋本環奈ちゃん、どっかに取って、取って、橋本環奈ちゃん、お願いします。橋本環奈ちゃん、取って、橋本、そう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 、入ってくな。ごめんなさい、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 すみません。さあ、これはなかなかいい勝負になるんじゃないですか。どうでしょうか。さあ、それでは審査員の判定に参りましょう。はい、暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを押してください。それでは行きましょう。スイッチをどうぞ。似てたな。でも橋本環奈ちゃんに悔しいけど、うん、認められる。なるほど、しっかりしてる。しっかり。体型までそっくりな11歳の木平梨花さんです。え、どうぞ。あ、似てる似てる。そっくり似てる。あ、すごい似てる。似てますね。これは長嶋さん、びっくりしました。今本人来てくれはったんかなと思って。関西弁出てる。関西弁出てもおてるやん。本人来てくれはったんかなっていうぐらい、ぐらい似てますね。似てますね。お名前は何て言うんですか？はい、山本真央です。山本さん、おいくつ年齢聞いていい？11歳です。11歳、ね、小学生でございますけど、似てるって言われますか？あ、家族に言われます。家族に。だスポーツニュースとかフィギュアの見た時に、あれそっくりやんって言われたの、うん、やっぱはい、言われました。あら、でも学校では、学校では言われてする？学校ではあんまり言われない。そうなんや。じゃあ今日これオンエアされたらまたみんなに言われると思うけど、はい、でもやっぱね、そう、キーラー選手を応援したりする？
はい、そうします。やっぱそうやな。さあ、それでは審査員の判定に参りましょう、はい、暫定チャンピオンが似ていると思ったら赤のボタンを、挑戦者が似ていると思ったら白のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。